それではただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から目指せ無事故無違反交通マナーアップコンテスト2018について、および香川県シェイクアウトについての2点についてご報告いたします。はい、まず交通マナーアップコンテスト2018についてであります。ご承知のとおり、依然として県内の交通事故死者数、いわゆる人口あたりでは全国ワースト上位と、昨日の時点でワースト4位だったと思いますけれども、非常に厳しい状況にあります。こうした状況の中、このポスターに貼ってあります通り、県民の皆さんは総ぐるみの参加、また実践型の交通安全運動である交通マナーアップコンテストを今年も開催することとし、7月の1日から募集を開始します。コンテストは今年で6回目になりますけれども、運転免許を持っている方が5人でチームを作っていただいて、9月からの4ヶ月間無事故無違反を目指すというものであります。昨年に引き続き参加料は無料としておりますので、ぜひ大勢の県民の皆様にご参加いただきたいと思います。申し込みはホームページ、県のホームページの専用サイトからの電子申し込みのほか、ファックス郵送等でも受け付けています。これからの時期、夏休みレジャーなど自家用車で外出する機会も増えると思いますので、県民の皆様には交通ルールの遵守、交通マナーの確実な実践を改めてお願いしたいと思います。次に、香川県シェイクアウトにつきましては、チラシも配布しているかと思いますけれども、県民一斉地震防災行動訓練、いわゆる香川県シェイクアウト、これも平成25年度から実施しておりまして、昨年度は1039団体、24万1856人と多くの県民の皆様に参加いただきました。本年度は国の緊急地震速報訓練に合わせて、11月1日木曜日10時に南海トラフを震源とする大規模な地震が発生したという想定で実施することにしています。今日折りも折り大阪で大きな地震が起きたところですけれども、自主防災組織をはじめ、学校、企業、ご家庭など幅広く県民の皆様にご参加いただきたいと考えております。この訓練は県民の皆様に身の安全を守る行動を取っていただくことによって、防災の必要性を改めて認識して、学校、企業、ご家庭など普段の生活場所での防災対策を確認するきっかけとすることなどを目的としており、訓練ではまず一斉に1分間身を守る基本行動を行うこととしています。合わせて自主的に家具の転倒防止、避難訓練や備蓄品の確認などプラスワン訓練に取り組んでもらうよう呼びかけております。今年度特に地震の発生直後において身を守るためにとても重要な家具の転倒防止に重点を置き、県民の皆様にプラスワン訓練で取り組んでいただけるよう呼びかけることといたしました。また平成28年度から特別養護老人ホーム等の福祉施設における災害時の対応能力を高めるため、経験豊富な香川自主防連絡協議会のスタッフが施設などを訪問し、危険箇所、避難経路の確認等の助言、指導を行っていただいており、今年も引き続きご協力いただくこととなっております。南海トラフを震源とする地震の発生が懸念される中、地震による被害をできる限り軽減し、県民の皆様の安全を確保するため、こうした訓練を実施することが、防災意識の向上にもつながると考えております。本日からこの参加登録の募集も開始いたしますので、県民の皆様にぜひ参加していただきたいと考えております。私からの報告は以上です。じゃあ幹事社の共同通信です。今日は、質問が1つ1点あります。高松空港の活性化等についてで、14日に、県をはじめ高松市経済界などと、高松空港会社のとの間で高松空港の活性化に向けた方法を、協議する高松空港エアライン誘致等協議会が設置されたあされました。香川県の観光客は、インバウンドを中心に向上が続いていますが、今後さらなる利用客増加に向け、県としてはどのような方策を考えているのか、伺いたいです。よろしくお願いします。
この協議会はすでにご案内のとおり、今年の4月1日、県と高松空港株式会社との間で締結した高松空港特定運営事業等パートナーシップ協定書に基づき、高松空港の路線誘致や利用促進、高松空港を起点とする交通アクセスの充実、地域の魅力向上などについて協議することを目的として設立されたものであります。今後この協議会におきまして、具体的な取り組み内容や実施方法などを協議して、高松空港と地域の活性化プラン、仮称でございますが、として取りまとめられることとなっており、路線誘致につきましては、高松空港が本県の交流人口拡大や地域活性化を図るための基幹的交通インフラでありますことから、高松空港株式会社の取り組みに加え、地元で蓄積されたノウハウ、人的ネットワーク等をも生かし、引き続き、県として必要な取り組みを継続していく必要もあると考えております。このため互いの取り組みがより効果的効率的なものとなりますよう、関係団体とも緊密に連携して、国際線はもとより国内線も含め、実効性のある誘致路線、インバウンドアウトバウンド両面からの利用促進に努め、既存路線の増便やより利便性の高いダイヤへの改善、さらには新規路線の就航などにも取り組んでまいりたいと考えております。関連その他のご質問がありましたらお願いします。すみません、瀬戸内海放送宮川です。午前中にありました虐待の防止の要望について、受け止めをお願いします。はい、後藤弁護士が、国会議員の方のご紹介で、お会いしたいということで、お見えになったわけでございます。いろいろと率直な意見交換をいたしました。我々としてもですね、前回の記者会見でも申し上げたとおり、まずもって本当に岩ちゃんの事件については誠に痛ましく残念であり、二度とこのようなことがあってはならないと、ノートの文書については誰しも涙を禁じ得ないと思っておりますけれども、そういった認識は当然共通しておるわけですし、元弁護士は、いわゆる NPO としてですね、ずっとこの問題に取り組んで熱心に取り組んでおられること、非常に、そういった点、敬意を表したいと思っております。ご経歴は、警察庁出身の弁護士ということで、やはり、警察との連携ということに非常に重点があったお話かと思います。私どもの方もですね、県としても前にも先週も申し上げましたが、生活安全部長と県警生活安全部長と、県の原告支部長とですでに協定を結んで、そういう情報の共有、元弁護士もおっしゃってましたけど、信頼関係の構築というようなことにはすでに取り組んでおります。元弁護士が、熱心なあまりということかと思いますけど、いろいろな各地の事例に当てはめて、だから全県共有が必要だという中でですね、香川県がそういうことを何もしてないかのようにちょっと、そこはご理解いただいたと思いますけれども、今申し上げたような県警と県の担当との連携というものは、私どもとしても取り組み、始めているといいますか、それを今後さらにどうやっていけばいいのか、これを真剣に考えていかなければならない、そのように受け止めました。縦割りとかそういうことで子どもの命が暴れるようなことがあってはならないわけですけれども、児童福祉法に基づく児童の保護といいますか、その後ですね、逮捕して、そして、その保護者の方がですね、処分されて、その後の話というのもやはり児童にとって
ずっと隔離したままというようなですね、そういう状態を、もうこれは罪なんだから罰だというような、決して後藤さんがそういうふうに言ったわけではないし、そのではないんですけれども、私どもの懸念はですね、一つにはもちろんこれは虐待は罪ですけれども、それで切り離されたままになった児童について、その後どういう取り組みで、まあ、本当に幸せな生活を送ってもらえるのかと、そういった観点も必要なんではないか、何かこう非常にセンセーショナルな話にどうしても取り上げられがちなところがありますけれども、まあ、ただ先週も申し上げたように、日本の今の制度はですね、まあ、そういう意味では親権、親の方にもこう足を置いているというか、それが行き過ぎなんじゃないかという議論もあると思います。これはまあ法律上の制度の話になるんで、家庭裁判所でですね、本当にこの許可を求めればですね、かなりのケースでその認められない場合があると聞いております。そうした点、国も今回乗り出しておるわけでありますし、私どもも本当に救える命を救えるようにですね、児童の体制の強化、あるいは県警との連携体制、これは学校病院等との関係はですね、なかなかやはり児童の担当者は苦労していると思います。もうそういうふうなことをするんだったらあなた方に会わないと言われてしまうとですね、肝心の児童に会えなくなってしまうというようなことも含めて、現場もですね大変だと思いますけど、改めて、こういった事件が起きないように全力を挙げてまいりたいと思っております。関連で、意見交換の際にもありましたし、今も少し触れられている部分はありましたけれども、全県の情報共有っていうことに対する知事のお考え、改めてお願いします。全県知事情報共有っていうのがですね、すでに、高知、茨城等で行われていると聞いておりますけれども、そのどういうやり方なのか、確か茨城かどっかはその重要な県はすぐ通告するんだけれども、残りは1ヶ月に、1回まとめてっていうようなやり方だとも聞いております。そういうやり方も含めてですね、これは結局今バラバラなんですね。そこをどう考えていくのか、それで、単に情報として持っているということではなくて、当然で通報を受けた側はですね、これ逆のケースも後藤弁護士が言ってたと思いますけども、警察がですね、連絡を受けて 見に行ったんだけども、全く親子夫婦喧嘩だとかと言われて、それを児相の方にも伝えなかった。児相には実は情報があったと、逆のケースもあるわけですけども、そういう情報共有しっていうのは非常にこういいんですけども、よく言われるんですけど、じゃあ共有したときに何をするのかしないのか、予想と違うことがあったりしたときにですね、それではかえってマイナスだというようなことにならないような、そういう何ていうんですか、体制作りですね。私も非常に難しい話かなと思いますけれども、やはりそういった点、いろいろと詰めていくべき点があるんではないかと思っています。確認ですが、今のは全権共有については、デメリットの方が大きいのではないかと今の時点ではお考えということでしょうか。デメリットが多いとまでは申し上げませんけれども、仮に実施するとしてもですね、その手法といいますか、さっき申し上げたような2段階なり、あるいは3段階で考える、つまり
情報は知ってるけど直ちにですね警察官が訪問するわけではないというようなものの、まあ、仕組み、こういったものをどこまで、作れるのか、それによって、まあ、率直に言って、実装の方からですねいろいろなこの全件共有の場合のデメリットということで、保護者がこう自分自身、まあ、悩んでいて虐待行為自分自身で悩んでいても児相に相談に行ったらそれは警察に情報が提供されるということは警察官が自分の家に来るということになるというそういう受け止めになって、まあ、様々な事情の中でですねそれは嫌だということになると、まあ、関係づくりがなかなか難しくなる、まあ、いろいろ調査のした結果ですね実はその、まあ、少ないかもしれませんが虐待とは言えない本当にそういう場合もですね、その時点では全件共有ということでは当然まず伝わるわけですからいや実はそれは ちょっと違ってましたというような時にどうするのかあるいは学校医療機関が通告元という場合にはですね、そのあの機関が非常にやはり、保護者等との関係悪化を懸念してしまいますし、まあ、あの病院などの場合には本当にあの病院が診療する行為自体のですね個人情報に当たる部分もありますしいろいろあの整理してただいずれにせよそこはあの全体としてはですね、前向きに私どもとして当然この問題を解決していくために前向きにこの全件情報共有の課題も含めてですね、取り組んでいきたいと思っています。他にございますでしょうか。日経新聞の深野です。あの今日 の、 あの関西の地震の関係でお尋ねしたいんですけども、すでに県としてしていることとか検討している、あ、まあ、県内での対応あるいはあの応援と含めてそういう検討していることがあるのかということと、あと今結構交通網とかも遮断されていると思うんですけど、今後なんかこう懸念されることとかもしあれば。はい、まずあの被害情報としてはですね、あの県内特に現在のところありません。人的被害、物的被害とも報告がありません。次の午後3時の段階でまた次の情報、特段の被害情報がなければ、皆様への次の情報提供は3時ごろを予定しております。それから大阪の大阪事務所からの連絡ではですね、大阪事務所の人員に特に職員10名安否確認済みで、怪我、物的被害なしと、あるいは大阪事務所そのもの、それから本県の場合、大阪の中央卸売市場、業務管理棟に、まあ、職員がいたりしますけれども、それらも被害なし、また関連企業といいますか、県に非常に関係の深い企業、伊丹市の松谷化学工業、大阪市のレクザム、同じく大阪市の和田精密試験、また大阪府松原市の江南食料、さらには百獣子銀行、香川銀行、それぞれ大阪支店、等ですね、報道関係も含めてですね、特に被害はないと聞いております。まあ、あの先ほども申し上げましたように、たまたま今日が香川県シェイクアウトの募集日ということですけれども、やはりその中でも申し上げましたようにですね、身近で取り組める話として家具の転倒防止ということがやはり重要なのではないかと最近いろいろなところで申し上げております。あのいずれにせよ、あの引き続き情報収集を行いますけれども、支援、いわゆる支援という意味でですね、全国知事会、また関西広域連合とも連携して応援要請があれば
積極的に協力してまいりたいと考えています。他にございますでしょうか。山陽新聞の薄木です。新県立体育館の整備の関係で伺いたいと思います。先週、議会の特別委員会が新県立体育館整備等に係る提言書ということで、8項目からの、内容について、提言されているところなんですけれども、これの提言についての受け止めを伺いたいと思います。それからもう一つはプロポーザルの関係ですけれども、二次提案の最優秀者の特定および結果の通知は6月上旬というふうに当初案内のあったところですが、上旬という状況はもう過ぎているかと思いますけれども、公表のめどとしてはいつぐらいを考えていらっしゃるのか、以上2点伺えればと思います。はい。特別委員会が設置されまして、6月15日までの審議により提言書が示されましたが、この提言書におきましては基本実施設計業務、基本設計実施設計の業務において踏まえるべき提言が列挙されており、これらを実施できる設計業者を選定することとされていると思います。設計業者の選定につきましては現在評価委員会において基本計画、この体育館について昨年まとまりました基本計画を踏まえた上で公表されております評価要領に従って選定作業を進めていただいておりますが、いずれにしても基本実施設計業務において提言書に示された特別委員会からの提言内容にも十分応えていくことができる能力を持った設計業者が選定されるものと思っております。プロポーザルの結果公表に関する、選定作業の状況ということでありますけれども、今申し上げたとおり現在評価委員会において選定作業を進めていただいているところであります。松熊評価委員長からは密度の濃い提案に対し慎重に検討したため時間を要したが、まもなく報告書がまとまると伺っております。他にございますでしょうか。すみません、今の県立体育館で補足でお伺いしたいんですけれども、まもなくと思っているというのは、こちらからいつまでには結果出してくださいというような要望をしているわけではないと、向こうのあくまで評価員さんのタイミングに委ねているという、委ねているというか評価員において、評価していただいているという状況です。県からその例えば、6月中にはとか7月上旬までにはとか、そういう、県としていつまでには出してほしい、あるいは出したいというところはいかがでしょうか。私どもその状況を伺いに行って、濃密な検討を行っているということを伺って、さらにその、間もなくという慎重に検討したため時間を要したけれども、間もなく報告できると、報告書がまとまると伺っているということですので、私どもの方からいつまでにということをこの時点で申し上げているわけではございません。他にございますか。それでは以上で定例会議を終わります。ありがとうございました。